イストリア語の話される地域の変遷。1850年が緑、1900年が灰色、1950年が赤色で示されている。2000年にはロビニとボドニャンが残るのみである。イストリア語はアドリア海北部のイストリア半島西部の海岸部、特にクロアチアのロビニとボドニャンで話されるロマンス諸語の一つである。イストリア語はラディン語と関係のある ロマンス諸語の一つである。イタリアの言語学者、マッテオ・バルトリによれば、ラディン語が用いられる地域は、西暦1000年までは拡大し、イストリア半島南部から、フリューリ、スイスの東部にまで広がったとされる。イストリア語には、歴史上常に非常に限られた数の話者しかおらず、その得意性のためにイストリア語の分類は、不明確なままであるが、次のような見方がある。 イストリア半島がイタリア王国の領土であった時代、イストリア語は公的にはベネト語の解放言であるとみなされていた。なお、イストリア語話者が自らの言語を指してイストリア語と称したことはなく、もともとはイストリア語を話す6つの都市の名前にちなんで6つの故障があった。イストリア語の呼び名は19世紀のイタリアの言語学者。 グラツア・ディオイサやアスコーリによって作られたものである。現在話社はおよそ1000人で消滅危機言語の一つとなっている。例として、イタリア語との比較を以下で行う。いずれも英語。ありがとうございます。